V4 校、アンリの肖像が、1650年 V4 校、アンリ、メリー・ジョゼフ・ブロンデルによる19世紀の歴史が、アンリ・ドラ・トゥール・ドーベルニュは、フランスの貴族、軍人。ユグノー派の指導的貴族の一人、陸軍元帥。V4 校、スガン校及び、トゥレンヌ・シャク。トゥレンヌ・シャクフランスは三世、ドラ・トゥール・ドーベルニュと、大元帥。 アンヌド・モンモランシー公爵の娘レオノオールド、モンモランシーの間の長男。1572年のサンバルテルミの虐殺後、国王側に従って、ラロシェル包囲戦に参加したが、その後再びユグノー側に寝返った。1575年、ラモルとココナスによる陰謀、不満分子の図相事件の防御に加わった。1576年ナバラをアンリのユグノー党派に加わり、 カトリックとユグノーの間のネラックの和訳の条約交渉を担当した。1580年上部ラングドック地方の知事となる。アンリ4世のフランス王即位後、1590年のパリ包囲戦に参加。翌1591年にはステネオカトリック同盟側から脱会した。1592年陸軍元帥に昇進。1595年ドゥラン包囲戦で、 スペイン領定地所州総督フエンテスに敗北。翌1596年、同盟行進のためにイングランド宮廷を訪問した。1602年、ビロン公爵の陰謀に加担したことが露見し、ジュネーブに亡命。1606年、ブイヨン公爵領をフランスの保護下に置くことを条件にアンリ・ヨンセイから帰国を許された。アンリ・ヨンセイの死後、 ヨルイ13世の接生会議のメンバーとなり、県政あるシリー公爵やアンクル公爵の追い落としに加わった。1591年11月19日、シャルロット・ドラ・マルクとの結婚により、妻型のブイヨン公爵寮を呼び、スダン公寮を相続した。シャルロットとは間に生育したこのないまま1594年に死別。1595年4月15日、 エリーザベト・フランドリカ・ファンナス・シウと再婚し、間に8人の子を設けた。2番目の妻エリーザベトとの間に8子。また、目掛けのアテルコレとの間に、諸子アンリコレがおり、その子孫には、フランス革命軍の指揮官で、古代家のテオフィル・マロコレがいる。ありがとうございます。